Okay, back with another stream. Let's continue. ご入り用ですか。新しい馬が入っています。ありがとうございます。また寄ってください。 困ったな。 雪村様、雪村様、いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。
できましたぜ。できましたぜ。また来てください。忙しい忙しい。はい、良い天気ですな。雪村様、雪村様。なんと、よい、おお、それはいい。それはいい。雪村様。ああ、はい。
最高です。良い天気ですな。おや、雪村様。雪村様、困ったな。良い武器は良い鉄から。良い品が入っております。良い出来で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 す。ご武運を。お役目ですかな。おおおおお。忙しい忙しい。良い天気ですな。あ、やった。そう。This guy. Let's see. Rabbit Pelt.
This dude's got wing on his back. Y'all see this? Interesting. Conch shells, huh? I got 8 of them.我らは上杉に着くぞ。な。身勝手な領地召し上げなど応じられるものではない。徳川家康頼むに足らず。父上、お待ちください。それではあまりに。あの忍びは連れて行ってよいぞ、雪村。お前に懐いているようだしな。 まさか、父上。
半端な人質では我らが真を得ることはかなわぬ。父上、それは一体。雪村、お前には上杉へ行ってもらう。は？異常はありません。お役目ですかな。おや、急いや。雪村様。雪村、人質のお役目は過酷だが。兄上、お気遣いありがとうございます。けれど、いえ、だからこそ私が行かねばならない。それは分かっております。そうだ、父上がおっしゃる通り、我らが真を得るには。はい、父上にはお考えあって決められたことならば、私は命を懸けてその務めに当たるまでです。我ら真田の旗印、六門線は三途の川の渡し地に、それすなわち不釈神明の心意気、物の譜として命を惜しまず働いてこそ。雪村、手を出せ。兄上。半分では私人になりませんが。つまりまだ死ねぬということだ。兄上。命を捨てることが真田の心意気ではない。私はそう思う。父上もきっと同じようにお考えだ。父上が。そのことを忘れぬよう、こうして私とお前で半分ずつ持っていよう。兄上。息災でな。兄上も。Rotate。
雪村様。貫き通すは我が信念。私は雪村様の忍びだから。何か有用なものがあるかもしれない。探索とはいえ気を抜け。
貫き通す。私は雪村様の忍びだから。私は死にに行くのではない。上杉との橋渡し役となるため赴くのだ。必ずまた生きて上田の地を踏めるようそなたも頼みとしている。雪村様、はい、頑張ります。It's gonna take a lot of work. Okay, dead end. At least I think. We gotta make it up there.
なんと。そなたは。あんた。サスケではないか。息災にしていたか。はい、どうもお久しぶりです。安土では満足に礼も言えなかった。改めて。いいって言って、そんなこと。違った、そうじゃなくて。真田幸村様、どうかこのサスケを家来としてお召し抱えください。はあ、それは願ってもない申し出だ。よろしく頼む。え、そんなあっさり。ちょっとちょっと雪村様、こんな得体の知れないやつ。何を言う、サスケには恩義がある。腕も立つ、何も問題あるまい。ありがたき幸せ。いや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 、ダメ、絶対ダメ。雪村様の忍びは私だけなんだから。そう言わないで、よろしくお願いしますよ先輩。先輩、ほう、なかなか首相だね君。うわ、朝礼。仲が良くて何よりだ。雪村様、行くぞ、先を急ぐ。はい、参りましょう。ちょっと、ああ、もう。頼みとなるものが増えたな。これで上杉でも安心して過ごせるだろう。私一人で十分だったのに。そんなこと言わずに二人で頑張りましょうよ先輩。Get to go to Yusagi territory now. Yep. Yeah. どうした？
Okay, that was gay. That was gay. Yeah, I figured he liked that. わかりました。
ぞ。春日山での暮らしに不自由はないか、雪村と影勝様は仰せである。はい、不自由など滅相もない。人質の身でありながらかような厚遇を賜り無用。人質などと考えるな。盟友と思えばこそこうしてそばに置いていると影勝様はお考えだ。もったいないお言葉。義を重んじる上杉の家風、心が洗われる思いです。は、いえ。正幸殿とは戦場で何度か相対した。にもかかわらず心中をお許しいただき。不思議と私利私欲は感じなかった。は、上杉には上杉の戦う理由がある。すなわち謙信公より受け継いだ義である。正幸殿もまた正幸殿の信じる何かのために戦っておられるのではないか。父の戦う理由。そしてお前の戦う理由もまたお前自身が見出さねばならない。影勝様はそう仰せである。私の戦う理由。うむ。戦う理由ね。つまんないこと考えるもんだね。志ってやつかな。まあ忍びにはあんまり縁のないことかもね。武士だって一緒だろ。狭い領地争って殺し合ってくだらね。おや、意外と繊細な感性をお持ちで。ああ、バカにしてんの。怖い怖い。でもまあ私にもあるかな。雪村様のために私は戦うよ。それが私の戦う理由。忍びにとってそんなのはただの仕事だろ。まあそう思うならそれでいいんじゃない。第8章天下。本能寺の変から3年、信長の天下統一事業は家臣の羽柴秀吉へと受け継がれた。一方真田は北条、徳川、上杉を渡り歩き勢力を伸ばす。裏切りを重ねる父正幸の生き様が理解できない雪村は鬱屈した思いのまま人質として上杉へ赴いた。そこで出会った上杉景勝や直江兼続との交流を通して雪村は己の、そして父の戦う理由について考え始める。そんな折雪村は城下で不穏な噂を耳にするのだった。
やった。新しい馬が入っています。また寄ってください。おお、かな。お、おお、なんぞ報告じゃったか、三成。こちらを。表裏卑怯の者の。は、真田正幸、油断のならぬ者と見えます。真田。秀吉殿からの書状には何と。真田の振る舞い甚だよろしからず、天下安寧のため捨ておくべきではあるまい。だそうだ。真田昌幸、信濃を託せるのは家康様のみなどと申しながら、そ
その下の根も乾かぬうちにこたびの寝返り、確かに許せるものではありません。沼田の一件は真田に計らず独断で決めた東方にも非がある。あの外交が徳川の最善ではなかったと。北条との関係はおかげで良好になりました。殿は真田を、真田正幸という男を試されたのではありませんか。いずれにしろ真田をこのままにはできまい。殿、秀吉殿の魂胆は承知しておる。秀吉殿は我らを使って真田を図ろうとしておるのだろう。だが真田を捨ておけぬのも事実。あの男はわしとは断じて相入れぬ。殿、こたびのことでよう分かった。我が大望がため真田は何としても除いておかねばならぬ。承知つかまつった。そこまでのお考えとあらば、この忠勝が真田を全力で叩き伏せてご覧に入れよう。まったく、俺も当然最善を尽くします。二人とも頼みとしておるぞ。直ちに真田攻めに取りかかる。なんと、徳川が真田攻めの軍を起こしたとのこと、影勝様、どうか一時上田に戻ることをお許しいただけませんか。雪村、お前は己の立場を分かっているだろうな。もちろんです。されど真田を守るため私も戦いたいのです。戦が終われば必ず戻ります。どうかどうかお許しいただきたい。人質を返すことはまかりならぬ。されど名役に従い援軍は差し向ける。その将を雪村、お前にやってもらう。そうでありますな、影勝様。武運を祈る。影勝様、金継殿、ありがたき幸せ。このご厚情に報いるべく、物の譜として恥じぬ働きをしてまいります。お許しをいただいた。直ちに出立し上田に戻るぞ。了解です。はい。こんなに早く徳川と戦になるとはね。どうしよっかな。下手に動けば真っ先に俺が疑われるし、今回はおとなしくしてるかな。徳川に義理はねえし。師匠は来るかな。師匠と手合わせできるのも面白いかも。
やりました。It's 11 hours. Uh-oh.貫き通すは我が信念。
影勝様と金継殿の許可もいただいた。急ぎ上田に戻り父上たちに加勢する。はーい。ちょっと返事くらいちゃんとする。了解です雪村様。分かりました。上田まであと少し、間に合うと良いのだが。
もう始まっちゃってんじゃないの。ひょっとしたら蹴りついてるかも。適当なこと言うな。雪村様、絶対大丈夫ですよ。雪村。兄上、影勝様のお許しを得てただいま戻りました。そうか、それは心強い。雪村、戻ったのか。はい、父上。お許しもなく勝手な真似を。影勝公も人が良い。人質が戻ればこれ幸いと、わしが再び徳川に寝返るやもしれん。父上。ざれ言よ。今さら家康がわしを許すはずがないし、わしも家康の下につくつもりはない。だが、よく戻ってくれた。頼みとしている。父上。忍びが増えているようだな。そうでした。父上、兄上、この者はサスケと申します。以前お話しした安土で助けてくれた者です。ほう。雪村が世話になったことだ。礼を言う。はあ。私を頼ってきてくれましたので仕官を許したく思います。よろしいですか、父上。好きにせよ。ありがとうございます。さあ、そなたからもご挨拶せよ。どうも、世話になります。ちょっと、あんた。雪村、早速だが任せたい務めがある。国衆の室賀のことだが。はっ。真田正幸。まあ、殺すのはいつでもできるか。サブですけどね。
I don't know if this dude had a tail behind him. Y'all see this? Ugh. That's so random. That little raccoon tail. できましたぜ。できましたぜ。できましたぜ。また来てください。あれ、忍びのことだ。夜分に失礼いたします。ホラ貝はありますかの。ホラ貝をお持ちのようだ。惜しい音色だ。頼みまする。あれ、忍びの人だ。遅くまでご苦労するのことだ。夜分に失礼いたします。
失礼いたし、夜は冷えますな。先輩を立てなさいよ。ムロが一人撃てばいいってのに、なんで律儀に討伐軍出すとか考えてんだ。効率が悪いったらないでしょう。何のために忍びを手下にしてるんだ。そこが雪村様のいいところじゃん。でもまあ面倒なの。
らいどうってことなるよ。なんかあっさりだな。もうちょい骨があるかと思ったんだけど。Friend request. Sats Rule. What was that? まあいいか。さっさと雪村様に報告しようっと。律儀なのはあんたも一緒なんじゃないの？雪村様には黙っとくのがいいと思うけどね。忍びのことだ。風のよう夜分に失礼。忍びのことだ。遅くまでご苦労様です。坊ちゃん、なんだよ。はあ、
side battle.父上の用意された策が合戦の要。敵の忍びに仕掛けを暴かれるわけにはいかぬ。徳川の忍びを追い払えばいいんでしょ。朝まで耐えれば十分だね。行くぜ行くぜ。忍びの相手は忍びにお任せください。雪村様は無茶しないでくださいね。 敵がどこから来るかわからぬ。気を抜くでないぞ。 敵を引きつける。出丸や砦に向かう忍びを減らせるはずだ。 敵が多すぎるよな。これは間に合わないんじゃない。急げ。泣き言言うな。敵より早く動けば問題ない。やるな。
Seriously. So. エバルや砦に向かう忍びを減らせるはずだ。 欲しい限りだ。
こっちが本番かな。翔はまだ来ないのか。真田の小せがれがかようなところに。この機を逃すな、撃ち取れや。また目つけられてるな。もっとぶわけにはいかないか。しかしすぐ一人で突っ込むのどうにかなんないのだね、雪村様。雪村様が敵を引きつけてくれたから私らも動きやすかったのか。まあそうだけど、いくら雪村様でもあの数大丈夫かな。真田雪村、これにあり。僕と味わうがいい。なんという企画。この若造が。Damn, again, man. サナダの策を探れ。やっと番か。出てきたな、ショー。サナダの策、俺がショーに教えてやれやいいんだけど、俺にもよくわかんねえんだよな、あの正幸が考えてることって。雪村様が狙われてる。半蔵の旦那、動きが早すぎるって。もう少し遊んでいきたいんだな。邪魔だ。よくやってくれた。素晴らしい働きだ。素晴らしいじゃねえよ。一人で突っ込むと勘弁してくれ。全ての敵を退けたか。頼もしいな、二人とも。ま、このぐらい余裕でしょう。そうそう、私らならよ、私一人でもね。
人ともよくやってくれた。これで父上の策もうまく運ぶだろう。ありがとうございます。どうしたサスケ。別にあのぐらい普通でしょ。あんたね。そうか、心強いな。二人の息もよく合っていた。見事な連携だったな。なんでこんなのと。やはり息が合っているようだ。これからも手を携えて私を助けてくれ。よろしく頼む。どこまでおめでたいんだ。だからそういうところがいいんでしょ。それにまあ、あんたも思ったよりはいい腕してるよ。そりゃどうも。雪村様の一番の忍びは私だけど、頑張ればその次ぐらいにはなれるんじゃない。はいはい、精進しますよ先輩。真田は生きる。どのような手を使おうと。父上のお役に立ってみせます。そうっすね。徳川軍、城内に流れ込んでまいりました。父上の読み通りでございますね。数の強みを生かして押し潰すつもりであったろうな。門を閉じ、敵を分断せよ。それも門を閉じたたく抵抗が弱すぎると思ったが、誘い込まれたか。まずは城内に入り込んだ武将を討ち取る。連中はすでに袋のネズミである。敵に踏み込む隙を与えては我らはたちまち崩れる。敵を本丸に近づけてはならぬ。では残りを片付けるか。動揺から立ち直る疑いを与えるべきではない。開門。私が城下に撃って出ます。
敵将を撃ってご覧に入れましょう。サナダの小せがれが出てきたぞ。その首父親の前に晒してやる。雪村様に手出しはさせねえ。神が力を貸してくれるのはありがたい。彼らを犠牲にはできぬ。私がやらねば。我が首を取るのではなかったか。徳川の兵に私を傷つけることなどできぬか。己生意気な。増強など構わずあいつを討ち取れ。何がやるって言ってんなら任せりゃいいのに。私が引いては父上の策がならぬ。まして作兵衛たちを盾にするなどできぬ。策を凝らそうと所詮は小勢。必ず穴があるはず。すばらしいお働きですな。この程度でいいの赤備えは止められない。無駄死にをするな。道を開けろ。開門。こちらからも敵が。この内気がいる限り進ませはせぬぞ。いい直政殿、ナイキの手には余る相手ではないか。ナイキ、ほどほどでよい。適当にあしらって引いておけ。片付いたな。みんな、よくやってくれた。一人でやったんじゃん。あの数を相手に、どんだけだよ。さて、次はどこを落とすか。敵将討ち取ったり。敵を取った。家様、申し訳ありません。危ないところでしたな。あっ、いや、わし一人でも平気でしたの。そろそろ詰めたまようか。城外の敵を片付ける。撃って出るぞ。開門。門が開いた。この現状、稲が打破してみせます。開門。せっかく用意した策に使わぬ手はない。他の者を村におびき寄せ。寄せる餌があれば簡単なんだけどね。父上の策、恐ろしいことです。ムロの暗殺は徳川には知られていないはず。偽のムロがお用意して接触させれば。稲田の、こちらから安全に城内に進めます。どうぞこちらへ。メロガ殿はこちらに詳しいのでしたね。では案内をお願いいたします。やっぱムロがやっちゃって正解だったんじゃ。本丸を落とす。敵将討ち取ったり。
に火を放ち敵に打撃を与えよ。承知のつもりであったが、ここまでの被害を被ろうとは。殿、ここはお引き上げ。殿の退路はこの本田平八が確保いたす。恐ろしいほどです。どこを落とすか。敵将討ち取ったり。さらに一撃は重い。心も義もないものとは到底思えねえが。快感だぞ。力は十分削ぎ落とす。あとは兄上にお任せしよう。父上の策、恐ろしいほどです。このままやられてしまうのか。恐ろしいほどです。すでに遅い。さて、次はどこを落とすか。Oh, that's a bad duo right there. Father and son.と思ってもらっては困る。わしの息子はもう一人おるのだぞ。
Yeah, I'll be right back. I'm back. So we got that. Here's another battle. That's Hideyoshi, so I'm not gonna play that just yet. I'm just going through the Sanada storyline. New technique. この先を急がれる。戦つとて。
全の状態ではない。だが戦つであれば。先の戦で父上たちに追い立てられ、不足を改める暇もなかったようだな。その程度。真田の戦ぶり、実に見事。家康様のため、最善を尽くして真田を除く。烈火のごとき忠誠心、まことに感じる。故にこそ、ここで倒しておかねば。またしても不覚を。このままでは終われない。開門。良い兵の動かし方をする。だがそれもここまで。家康様の態度は、稲田がお守りします。これで少しは楽。まさか視野が狭い。今こそ2戦。さらばこの勝負で我が門を開いていただこう。大友、軍令で打ち込んでまいれ。鉄砲隊構え、撃て。さらに鉄砲隊まで。もはや馬は使えず。死ぬわけにはいかぬ。もう間もなく真田の包囲も脱するはず。備えは終わりではない。覚悟していただく。もう本当に来た。さすがは信行様だにゃ。なんと周到な。まさに君息子はできすぎよ。わしと倒れるわけにはいかぬ。覚悟は決められたはずだ。いや、あの方は断じて打ち死になどなせるまい。足一人ではなかなか荷が重い感じさね。見事なもののふよ。ここは譲らずはなるまい。絶対に逃がしてはならぬ。押し進め。Was somebody Japanese? Oh snap. さずに済んでよかった。
なかったか。これで少しは楽になるか。行くぞ。今こそ2000。Aw, come on. Dang it. Gotta start that over. Hang on a sec. The coward ran away. I don't even think. Let me see. I guess I got him. I don't know. I gotta start all that over. Because he started to run.見事。
動機だ。小坂、跳ね橋を上げよう。Wrong way. さすがは真田。無距離ない。北にも橋がござる。この急ぎ渡られませ。事前に工作に気づかないなんて、皆の未熟でした。月にはさせん。急いで橋を下ろしましょう。準備お願いします。雪村が言う。倒されるつもりもないがな。真田のな、怪我さずに済んでよかった。やっと足止めを食った。直ちに進軍する。半蔵が退けられたか。急がねばなるまい。運命平八、この場にとどまり敵を仕留め、殿は先を急がれよ。頼んだぞ。戦つとて万全の状態ではない。だが戦つであれば、この精進が足りないばかりに家康様を苦境に。これ以上はやらせん。月にはさせん。さて、家康殿の配下が中心ぞ。私も譲るわけにはいかない。開門。先の戦で父上たちに追いかけられ、愚息を改める暇間もなかったようだな。その程度。月にはさせん。真田のな、怪我さずに済んでよかった。このままでは終われない。開門。良い兵の動かし方をする。だがそれもここまでよ。
負け。見事なもののふよ。ここは譲らずはなるまい。敵将討ち取ったり。負けてしまうとは。真田こそ天下無双のもののふなり。いざ勝負。今こそ2000年。殿のためとあれば命など。あなたの方の残された者の思いを考えたことは終わりだ。真田の戦、それは未練です。もののふはそのような。では未練を残すもののふの戦ぶりをご覧いただこう。敵将討ち取ったり。サブリ実に見事。家康様のため最善を尽くして真田を除く。烈火のごとき忠誠心誠に感じる。上にこそここで倒しておかねば。This is a tough guy. It's somebody that runs away.
I got him with a strike. Hey, wake up. あなたの底力、味合わせてもらった。二度と敵にはしたくないものよ。逃がしちゃいましたね。よろしいんですか、信行様。十分に叩いた。問題はあるまい。徳川家康という男、今少し見極めたい。 真田などに名をなさしめることになろうとは面目次第もございません。いや、わしに油断があったのだろう。真田を甘く見た。わしの不覚よ。そのような。今度こそはなお最善を尽くし。戦はもはや続けられぬ。なんと、 秀吉殿から横槍が入ったのよ。今秀吉殿と事を構えるのは得策ではないのでな。こらえてくれ直政。無念でございます。それにしても真田やはり恐るべし。正行の希望は申すまでもないが、 二人の息子もあっぱれな武者でござったな。特に兄の信行は良い兵の動かし方をする。自由兼備といったところか。跡取りも優秀とあっては、まこと厄介な相手よ。弟雪村の槍もまた格別。 Alright, good stopping point here. Thanks for watching the stream. Hate to have to play that one mission over. Hold on, let me do this first. Man, that's a lot this time. Check you out later.